よし、行こうか。やっとだな。長かったぜ。でもこれで。ああ、楽しみだな。広場の方だ。どうしたのだ。何やら慌ただしいようだが。あ、ねえ、向こうから来るのって。いや、あんたたち、すまないことをした。スルドは見つからなかったろ。何があったか全部承知のようだな。ああ、あんたたちに伝えるのを見越した上で画声を教えられたようだ。どうやら思っていたより俺はデダイムに嫌われていたらしい。何のためにそんなこと。大方あんたたちに首を突っ込ませないのと俺に思い知らせるためだろうな。あんたたちがいない間に別の部隊がスルドを捕らえたという知らせがあった。いたのはまるで関係ない場所だったよ。そうか。だがよくスルドを捕らえられたな。味方の被害は。それが聞いた話じゃスルドは手下も連れずろくに抵抗しなかったそうだ。マスターコア、スルドのマスターコアは。すまないが詳しいことは聞かされていない。近く広場でデダイムが勝利宣言を行うんだが、俺はその間ずっと町の外で警備を仰せつかって今から出かけるところだ。スルドの処遇もそこで発表されるんだろう。よかったら俺の代わりに見届けてくれ。それじゃあな。スルドが無抵抗で捕らえられる、そんなことがありえるの。知っての通り、よその事情には疎くてね。どうも気になるな。マスターコアのこともあるし、バイフォンの言う通り見届けた方が良さそうだ。それまではここに留まることにしよう。デダイム。マスルドをどうするつもりか気になる。勝利宣言の時まで宿場で休む。
奮してる。敵の視界を捉えたのだ。無理はあるまい。とはいえ、ああ、どうにも落ち着かないな。目的地に着いたわよ。これがみんな解放されたダナシンなのか。ああ、町はこんなありさまでも人はこうして生きている。スルドの処遇も決めるという話だった。実際のところどうするつもりなのだろうな。それは、するとアウメドラ・カイネリス。やめよ、憎しみからは何も生まれぬ。取り返しのつかないことに。これが裁きだというの？
だから言ったではないか。憎しみからは何も生まれぬ。にしたものと思うていたが、さては生き残りがいたか。おいリベル、うるさい。私はこのためだけに生きてきたんだ。邪魔するならあんたも殺す。お前殺してやる。絶対殺してやる。連中みたいな顔で、あの女を殺させちゃダメだって。あの女がしたこと、あんたも見たじゃない。あれが許せるっていうの？そうだよな。俺、何やってんだろう。だけどやっぱダメだ。そのままやっちまったら、きっと後悔する。だから、ごめん。ごめんな。ふざけないでよ。あんたなんかに、あんたなんかに。
茶番は終わったかい？貴様！この何年にもわたり、わらわはひたすら研鑽に励んでまいった。お前の一族の知識も、益するところだいである。せめてもの礼じゃ。その成果の一端を味わっておくれ。集中して狙ってみよう。まとめて返すわよ。私なら落とせるわ。外さないわ。魔人戦ホーラー。魔人戦ホーラー。止められたか。魔人戦ホーラー。まとめて回復するわよ。フリーズランド。報酬違くぜ。逃がさない。
メドラに逃げられたリーメルは。なんだこれは。何があったんだ。バエフォン、あんた無事だったのか。ずっと町の外にいた。いきなり中が静かになったんで何事かと戻ってきたんだ。どうなってる。なぜ誰もいない。スルド・アウメドラの仕業だ。精霊力を一気に集めるためわざと捕まり人々を煽り立てた。デダイムもというより広場にいたほぼ全員が犠牲になった。デダイモもほぼ全員って。それじゃ漆黒の翼の仲間は。なんてことだ。いくら自分の領地だからといって人間にあんな真似ができるなんて。ケルザレクをそそろかしたのがアウメドラならば当然予想して叱るべきだった。ヘルガイの果実の効果をまずメナンシアで確かめてそれを用いたに違いない。初めから何もかもアウメドラの計略だったと。食料もあらかじめ細工しておいてから見つかるようにしたんだな。追いかけるんだ。ビエゾやガナベルドも立ちが悪かったがアウメドラはその日じゃない。しかもあいつは本当に逃げ出したんじゃない。このまま放っておくわけにはいかない。ああ許せないぜあいつは。私はわからないよ。憎むなって言われてもそれだけで生きてきたんだよ。じゃあどうしたらいいの。もしまたアウメドラと戦うことになったら私どんな顔をして戦えばいいの。わからないよリンベル。
あなたの痛みはあなたにしかわからない。変わってあげることもできない。憎しみを支えにするというならそれもいい。憎しみは力をくれる。でもアウメドラを倒せたとして、敵討ちが果たせたとして、それであなたはどうするの？え？差し違えようというわけでないなら、あなたはその後も生きる。その時あなたは何を支えに生きていくつもり？そんなこと急に言われたって。本当にそこがあなたの終着点なのか、本当に他に何もないのかどうか、少し考えてみたらどう？そうだな。俺もリンウェルの苦しみが分かるとは言わない。だがシオンの言う通り、ちょっと立ち止まって考えてみてもいいと思う。どうしても辛いならここで待っていてもいい。ダメだよ。どうしていいかわからないけど、私のいないところでアウメドラとみんなが戦うなんて、それだけはダメ。私も一緒に行く。追いかけながら考えるよ、どうするべきかを。しかしアウメドラを追うといっても、ただ闇雲にというわけにはいかないぞ。バイフォン殿、何か心当たりはないだろうか？確証はないが、ここから西の海辺の断崖に地下の港がある。そこで何年も前から第二の城と噂される船をアウメドラは作らせていた。当時は何のためか分からなかったが、あるいは。なるほど。自ら主婦を滅ぼさせたくらいだ。元より国を捨てるつもりなのかもしれんな。わかった、急ごう。何をするつもりだ？どうせろくでもねえことだろ。今度は止める。生ける地獄を編み上げるなどと、それもあんな楽しげに。あの女にとって他の命の重さはないも同然らしい。倒さなければならない相手には違いないけど、これほどの剣を覚えたことはなかったわ。ああ許せねえぜあの女。地下の港だったな。急ごう。リンウェル、行けるか？私たちずっと隠れて暮らしてた。でもある日見つかって、襲われて、私だけ父さんたちが隠してくれたおかげで助かって、でも他のみんなは殺されて
煙の中でスルドの紋章が輝くのだけが見えて、それで、それで、それがアウメドラだったんだな。うーん、辛かったな。それほどダナの魔法使いが脅威だったのでしょうか。わざわざ縄張りを犯して隣国に出向くほどにか。いや、むしろその知識と技目当てのことだろう。それもただ己の力を高めるために。あれはそういう女だ。そういえばあの召喚した怪物もそれで作ったような口ぶりだったわね。怪物ダナ人なのに魔法が使える私も怪物みたいなものなのかな。リウェル、怪物が悩んだりするかよバカ。俺はお前を止めたけど、それでも悪いのはあの女でお前じゃないだろ。ロウ、目的地に着いたわよ。できたぞ。味も香りも極上の刺激だ。